こんにちは、9番館の翔子です。今日は久しぶりにちょこっとだけ食べ物、お久しぶりですね皆さん。食べ物で私が今日から始めたものがあるんですね。でそれをちょこっとだけ紹介したいと思います。それはにおうかな、ぬか漬けなんです。以前に興味があって少しやったことはあったんですけど、まあうまくいかずでその後にお友達が始めて、他の知り合いの人もしていて、でなんととても体にいいということで、もちろん味も大好きなんですけど、でそれで、スターターのぬか床、ぬか漬けの素を買ってきて、でそこにお友達のぬかをちょっと分けていただいて、お友達のところに入っていた野菜をちょっといただいて、で今日漬けたばっかりなので多分当分は触れないというか食べることはきっとできないですけど、でもとても楽しみなぬか漬けです。はい、では今日は今日はぬか漬けのお話でした。ではまた次回、さようなら。